なごっちゃダイオチャンネルのタヌリゆうとです。お願いします。お願いします。はい、今回はジェーン駄菓子屋に買ってきたきなこ棒、懐かしのきなこ棒です。これを何個食べれるのか挑戦していきたいと思います。きなこ棒って水分取られるじゃないですか。一度水分持っていかれて、うん、なんか水分ないときついみたいな。今回はこれをね、水分なしで、マジで、水分なしで、どれがよくやるかなっていうので、まあね、事前に言っとった。いや、そんなん言わんねん。聞いてないね。いや、きなこ棒何本食べれるかは聞いてたんですよ。水なしは聞いてないんですよ。水はなしです。まあ、けどね、別に。そんな縛りあったところで、俺なんか食えるのがもう目に見えてる。いや、お前なんか結論以上にしないな。上がってこい。というわけでね、食べていきたいと思います。何本買ったかっていうのですけど、1本、2本、3本、2本、4本。言うと、まあ実際こんだけしかないですけど、日々7本買ってきたんで釣っていきたいと思います。用意スタートです。あ、いただきます。じゃあ行きましょう。1本目。うん、これやばい。うまいよ。これ普通にな、懐かしい。懐かしいな。用買っとった俺、駄菓子屋に。俺ピクニックとか小学生の時にこの駄菓子買っていた分ね、俺これは買ってなかった。断りました。早すぎやろ。味わってくれよ、1本目ぐらいは。え、これめっちゃ折れるやん。ボロボロきなこ落ちるやん。お前の食い方悪いだけな。人の家掃除機かけといて。いきます。オニアン、これいただきます。単純にさ、気分悪くなるよな。2本目でそれになってくる。おいしい。なんかこれな、お腹空いとうとか空いてないとかの別の話よな。もううまいやん、もちろんうまいけど、普通に単純に甘いからきついよ。結構甘そうなんですけど、きなこまとわりついた。なんだこれ、なんて言ってたやんな。寝ちょ系。あ、3本目いきます。もう一口でどんだけ入れるか。合ってない。寝ちょって言っとったのにガブリはならん。これ嫌なとて1個20円ぐらいでしたっけな、まあ、そんな高くないんでね。興味あるからやってみるかのチャレンジとして、まあコメントくださいでやったりとったら。はい、今ちょっとね携帯カメラ止まったけど、ほな4本目いきますわ。え、4本目。ほんまに俺も4本目です。皆さん文句言わせたんで、はい、頼みます。いや、マジでモルモル落ちてくるの。でもこれすでに苦しいな。喉がもうって甘さでムカムカしてくる。ちょっと限界に近い。見るの見て。マジで苦しい。笑えん。マジできつい。もうすまへん。ひどいなこれ。二度とやりたくない。4本目終わりました。5本目いきます。あと残り2本。やめた。というわけで、まあ勝負としては僕負けたんですけど、次はね、俺の分も買ってってくれた。喉乾いたよ、うん、水やったら早飲み勝てるんじゃないかな。やめろってマジでほんまに。いや、水やったらいけるやろ。ということで次回はね、次回はブラックミッドルの水早飲み対決しましょう。今回は早飲み。もっと一回手が止まる。やりよるな。